ファンの皆様、本日もご来場観戦誠にありがとうございます。どうぞミラーズサークルにご注目ください。表彰式に勝ち取りまして、見事ファンコーク優勝されました岩田康成氏にお話を伺います。おめでとうございます。ありがとうございます。今日は大変強い競馬でした。華やか2番手からの競馬でしたけど、大体思い通りでしたか？はい、このまだ一番弱いというか、まだ一番弱いようなので、華やか2番手という理想な展開で、本当に強い競馬がいきたいと思います。そういう気分を損ねないようにという中で、抜け出していくタイミングですが、どういうふうに考えてましたか？そうですね、もう自分から向こう上面で、こういう言葉で、自分の競馬をしようと思って思ったんですけど、今日は気持ちよく走ってくれたと思います。先頭に立ってからは浅い自信を今も持ってきましたけど、どうでした？でもあまり気にせずね、自分のリズムが壊さないので、レースしただけです。さらにこの馬、先が楽しみになりましたね。はい、今日でね、もっと上手い自信が自信を持って走ってくれたらいいなと思います。ところで岩田さん自身、充実の春シーズンに向けてらっしゃるんじゃないですか？いや、そうもないですけど、自分自身悩んだり成功したりいろいろね、人生を送っているので、すごく今楽しい人生をやっていただきます。それでは最後にファンの皆様にメッセージをお願いします。はい、もう体の許す限り、依頼がある限りどこでも行きますので、岩田康成を応援よろしくお願いします。ありがとうございました。岩田康成氏にお話を伺いました。